はい、こんにちは。今回はリングマガジンよりボクシング史上最強ハードパンチャーに選ばれた3人を紹介いたします。ジョー・ルイス、デビュー以来21戦全勝のジョー・ルイスは3ヶ月前まで世界王者だったマックス・ベアと戦いました。ダビデの星のトランクスを履くユダヤ系アメリカ人のマックス・ベアは最も残酷な KO をすると言われ、21歳のジョー・ルイスは不利だと思われておりました。188センチ、90キロ弱のルイスは多くの試合は自分より大きな相手と戦いましたが、後にリングマガジンから歴代すべてのボクサーの中で一番のハードパンチャーと認められ、大きな相手でも一方的にダメージを与えるのですが、この試合でも第3ラウンドにマックス・ベアに生涯初のダウンを与えました。続く第4ラウンド、ルイスは強烈な右をヒットさせマックス・ベアをノックアウトしました。マックス・ベアを KO したルイスはシュメリングに連勝をストップされましたが、その後7連勝し、1937年6月世界ヘビー級王者のジェームス・ジェイ・ブラドックに挑戦しました。王者のブラドックはここまで47勝23敗の苦労人で、誰もが恐れた褐色の爆撃機を全く恐れずに打ち合い、初回右のショートパンチをヒットさせダウンを奪いました。世界王者になるまでの間、生活保護を受けていた苦労人のブラドックは続く第2ラウンドも優勢に試合を進めました。褐色の爆撃機と呼ばれたルイスは暗黒の破壊者、褐色の恐怖、黒い旋風などさまざまな異名で呼ばれたほどハードパンチャーで、世界王者相手にその強打を中盤から爆発させ、第8ラウンドに王者を失神させました。1938年6月の世界ヘビー級王者ジョー・ルイスとドイツからやってきたマックス・シュメリングの試合は第二次世界大戦前哨戦と銘打たれ、試合前から世界中で注目されました。第二次世界大戦直前だったので、挑戦者シュメリングはドイツのヒトラーからアメリカのボクサーを倒してくることを厳命され、ニューヨークに乗り込んできました。一方、王者ルイスにはルーズベルト大統領から敵国ドイツを任すためには君のような筋肉が必要なのだと大きな期待がかけられましたが、ルイスは2年前にシュメリングに KO されていましたので、大きなプレッシャーがかかりました。7万人以上が見守る再戦では、ルイスは前傾姿勢で初回から果敢に攻め、シュメリングの前回の試合で見せたカウンター攻撃は通用せず、
初回からダウンを奪い、第二次世界大戦前哨戦はわずか1ラウンドで終わりました。1939年6月、ジョー・ルイスは7度目の防衛戦にトニー・ガレントを迎えました。イタリア系のガレントは身長は175センチしかなかったのですが、体重は100キロを超えており、巨体から繰り出すパンチに頭突きや肘打ちなど反則を織り交ぜ、この試合まで11試合連続 KO 勝利を続けており、第3ラウンドに王者からダウンを奪いました。しかし強打の王者は圧倒的に強く、第4ラウンドに自分より15キロ重いガレントをめった打ちにし、7度目の防衛に成功しました。その後も精力的に防衛戦を行う王者ルイスは、1941年5月バディベアを迎えて17度目の防衛戦を行いました。バディベアは元世界王者のマックスベアの弟で、身長はルイスより10センチも高く、体重もルイスより15キロ以上重く、初回パワーを全開させ、王者ルイスを場外に吹っ飛ばしましたが、タフなルイスはすぐに起き上がりリングに戻りました。ダウンを奪われた王者ルイスは第6ラウンドに反撃ののろしを上げ、大男の挑戦者から次々とダウンを奪い、最後は強烈な右を振るってとどめを刺しました。11年前に世界王座を奪取したルイスは、1948年6月、25度目の防衛戦にジャージー・ジョー・ウォルコットを迎えました。王者ルイスはスタイリッシュなテクニシャンのウォルコットの右カウンターを被弾し、第3ラウンドにダウンを喫しました。王者ルイスはウォルコットのカウンターを警戒し、なかなか攻め込めなかったのですが、11ラウンドに勝負に出て怒涛のラッシュをテクニシャンに浴びせ、ついにウォルコットを沈め、不滅の記録世界王座25度防衛に成功したのでした。硬いガードと強打で KO を量産したアーチムアでしたが、ライトヘビー級王者になった頃は滑らかなボディーワークを使って中間距離で戦い、相手のパンチを見切ってカウンターなどで相手を倒すボクシングスタイルでした。ムーアの試合で最も有名な試合は、世界ライトヘビー級王座7度目の防衛戦でイボン・デュレルとの試合です。王者ムーアは初回いきなりデュレルの右を受けて痛烈なダウンを喫しました。ムーアはなんとか起き上がりましたが、ダメージは大きく足に来ており、めった打ちに遭い、続けてダウンを奪われました。
その後もムーアはたびたび猛攻撃を食らい、第5ラウンドもダウンを喫しました。敗色濃厚なムーアはさらに猛攻に遭いますが、ガードを固めて必死に耐え、反撃のチャンスをうかがい、第7ラウンドについに反撃に転じ、右の打ち下ろしから畳みかけ、ダウンを奪い返しました。そこから一進一退の攻防になりましたが、第10ラウンドにムーアが打ち勝ち、またもやダウンを奪い返しました。続く第11ラウンド、ムーアはパンチを見切って右カウンターをヒットさせ、連打で決定的なダウンを奪い、起き上がったタフなドゥレルに連打を浴びせ、この死闘に終止符を打ちました。元フェザー級王者のサンディ・サドラーは、歴代フェザー級で最強と評価されているウィリー・ペップと4度対戦しております。3度目の対戦では、サドラーが度重なるホールディングでペップは肩を脱臼し、8ラウンド終了時に棄権いたしました。サドラーはペップとの4度目の対戦でもダーティーファイトに終始します。サドラーは名王者と評価されているペップに3勝1敗と勝ち越しているのですが、反則が多すぎたため、歴史的評価ではサドラーはペップより低い評価をされているのです。9ラウンドに揉み合ってる最中に、サドラーはなんとペップの目にグローブを押し当てて、ペップは目を負傷し、またもや棄権する羽目となりました。しかしサドラーは多彩な左パンチを生かした攻撃力や異常な卓熱さ、そして103のKO 勝利を積み重ねた王者として近年再評価がされております。サドラーは反則で減点されても最後に KO で倒しきればいいのだという信念を持っていたのですが、よほど相手を KO することに自信があったのでしょう。